アディダス・ジャブラニ・ジャブラニは、アディダス社のサッカーボールで、2010フィファワールドカップ、J リーグにおける公式試合玉である。ジャブラニを持つカルロス・アルベルト・パレーラと、フランツ・ベッケンバウアー、ジャブラニとは、ワールドカップ開催国である、南アフリカ共和国の公用語の一つ、ツールー語で、祝う、祝杯という意味である。天候に左右されない、キックの安定性を得るため、 表面比較パネル数を2006年大会使用級、チームガイストの14枚から6枚減らし、トライポッド型のパネル4枚、トライアングル型のパネル4枚を組み合わせた、経営8枚としている。またこの比較には特殊なデザインが施され、これを組み合わせることにより、より完全な球体へと近づけることができたという。さらに表面上には、濡れた、 際の滑りやすさを抑えるための凹凸が施されている。これにより、無回転シュートのボール変化は、通常より大きくなるとされ、さらに、ワールドカップが行われる南アフリカでは、試合会場の多くが、標高1000メートル以上の高地にあることから、気圧によって、特に、ロングキックや、ミドルシュートにおける伸び、変化は、さらに大きくなると指摘されている。また、 縫い目が少ないだけでなく、不均一であることも一つの要因とする指摘もある。表面には11色を使用したデザインが施されている。この11という数字にはが込められている。前述のワールドカップのほか、2010年の J リーグやドイツブンデスリーガ2009から10、同年の東アジアサッカー選手権の公式試合玉としても使用された。 ワールドカップ決勝戦ではカラーリングを黄金色とした特別仕様の試合級、ジョー・ブラニを使用することとなっている。黄金色としたのは決勝戦の地、ヨハネスブルグの愛称、シティ・オブ・ゴールドにちなんだことやこの色が FIFA フフワールドカップトロフィーの色でもあることを理由とし、ネーミングはジャブラニとヨハネスブルグの頭文字、ジョーを掛け合わせたとしている。 スピードセル2010年12月には、ジャブラニの改良モデルとして、スピードセル、ケープタウンで行われた組み合わせ抽選会の席上で公式に発表されたが、その直前の12月1日付のイギリスの大衆紙、ザさんがスクープとして、ジャブラニの存在を報道している。大会直前には、ボールの感覚が今までのものと大きく異なり扱いづらいとして、 世界各国の選手から国評を受けた。その例として、キーパーのミスにより、失点するケースの増加や、フリーティックによる、ゴール数の激減などが挙げられる。日本勝利へ、シュート第1039回2010年6月19日から、メガ10。ライブラリーハット W 杯決勝公式級は、ジョブラニから、スポーツ日本2010年4月20日配信。 6月14日、閲覧イタリア代表 GK ブッフォン、W 杯の公式級には、品がないから、スポーツナビ、2010年6月2日、2010年6月2日、閲覧。直接 FK によるゴールは、カルーチェ、牧主、A、ホンダケースケ、エンヤスヒディエゴ・フォルランの5選手による5得点のみであった。ありがとうございます。